王女の男は、韓国 KBS にて2011年7月20日から、同年10月6日まで放送された、テレビドラマ。全24話。KBS 水木ドラマの一作品。女優映画1873年に表した、説話集、近景筆談中に収録された清楚の長女リオと、金総尉の孫息子の物語をモチーフに、 登場人物の一部を変更し再構成したフィクションである。KBS の脚本コンテスト入賞者であるチョ・ジョン・ジュと、キムウクが脚本を、キム・ジョンミン、パク・ヒョンソクの2名が演出を担当した。主人公の男女は、パク・シフト、ムン・チェンオンが演じている。第1話放送時は10.2%の視聴率を記録したが、その後視聴率は上昇し、 第6話放送で17%を記録、他局の番組を抑えて首位に立った。第14話放送時点で視聴率20%を超え、最終話では24.9%を記録した。高視聴率を取った作品の放送期間を延長することが多い韓国においては珍しく、延長せずに当初放送予定の24話で終了した。 2011年度 KBS 演技大賞にて、パクシフト、ムンチェオンが最優秀演技賞と、人気賞を男女で独占したほか、キム・ジョン・ミンと、パク・ヒョンソクが第48回100層、芸術大賞テレビ番組部門で、監督賞を受賞した。2009年秋、監督の一人キム・ジョン・ミンが、新しい時代劇作品の企画を考案中、脚本家のユン・ソンジュより、リオと、 金総意の孫息子の物語を紹介された。その後、金正民は独自で高志恵公主について調査し、彼女の生涯に関するエピソードをメインプロットに組み込む形で作品の骨子が完成した。主人公、リオ・アイセリョンというオリジナルの人物へ、金総意の孫息子は三男の金正竜へと置き換えられた。脚本そのものは、金正民と、 脚本を担当したチョ・ジョン・ジュとキムークの3名間で相談しながらストーリーの細部をまとめ脚本の形に執筆するという形を取ったがエンディングについては第20話放送時点でもまだどのようにするか決まっておらず放送終了ギリギリになってようやく決定した。イ・セリオン役のムンチェウォン・オンセリオン役は監督の一人が企画の段階から 彼女しか考えていなかったというムンチェオンが演じた。オファーを受けた彼女は、作品のシノプシスを読み、すぐにこの役を演じることを決めたという。逆に、スンユ役はなかなか決まらず、最終的にこの役を演じることとなるパクシフにオファーが、届いたのは、放送開始予定日の約2ヶ月前である2011年5月後半になってからであった。パクシフは、 時代劇の大変さは、並大抵のものではないという理由から当初このオファーを、断るつもりでいたが、シノプシスを読んで作品内容に強く惹かれたことに、加え、イスンゼとキム・ヨンチョルが出演していることを理由に、出演を承諾した。新明役のソンジョンホは、本作品が、時代劇デビュー作となった。無四役のチェ・ハンビ、ッにとっては本作品が女優としての、 デビュー作となった。所属事務所が企画段階でキャスティングされたことを明かしている。水原市内の KBS 水原センター内に設けられたドラマセット以外に以下がロケ地として用いられた第5代国王分装地聖火の李氏挑戦。主要王君の娘イセリオンと重臣キム・ジョンソの息子キムスニュ・スンユは、 セリョンがいとこキョンへ、王女のふりをして出席した修学の講義の場で出会う。キョンヘが美貌を武器に、次々講師を辞めさせていることを聞いていたスンユは、セリョンに直言するが、セリョンも負けじと応酬。最悪の印象をお互いに受けることになる。こっそり外出して、街に出ていたセリョンを、スンユが救ったことから、二人はだんだん距離を縮め引かれ合っていくが、 セリョンを義郎に連れて行ったのをキョンゲ王女を誘惑し、連れ出したと誤解されたスニューは捕らえられ、宮廷から追放処分を受けてしまう。文宗は、スニューをキョンヘの夫にと考えていたがこの話も、立ちえとなり、キョンゲは別の候補者で、スニューの親友チョンジョンと結婚する。文宗が崩御し、一人息子で聖主の本位が、第六代国王単衆となった。 左犠牲に就任したキム・ジョンソは、主要王妃をはじめ王族の政治的関与に目を光らせ、主要王妃は、キム・ジョンソを朝廷から排除しようと周到に準備を進めていた。結婚当日、セリオンからの知らせで、スンユは馬を飛ばすが、その間に、主要王妃の支兵により、キム・ジョンソと、スンユのニー・スンギは殺害されてしまう。スンユも捕らえられ、 高架島への流刑に処せられた。道中主要大きいの手下たちにより護送船が沈没させられたが寸悠は運よく脱出、護送船に乗り合わせていた蝶足中と、チョンノゴルラと共に議論氷玉間へと身を寄せる。セリョンは、寸悠の友人で、新則中の息子新明と結婚させられることとなるが、寸悠を裏切り主要王き側についた新明を、セリョンは拒み、さらには、 婚礼の当日に姿を消す。セリオンの婚礼当日に、主要王君を暗殺する計画があったことが発覚。主要王君は、この計画の立案者主要王君の弟、金城大君と、チョンジョンを、セリオン誘拐の容疑者に仕立て上げ、尋問を始めた。丹州は、金城大君を、流刑、チョンジョンを無罪方面とすることと引き換えに多いを、知りく。 主要王君は、ついに第七代国王清祖として即位するが、セリョンは父親を批判し王女に封じられることも拒否する。その頃新スクチュ、新明親子が、俗に襲われる事件が起こる。俗が、ンユだと確信したセリョンは、王宮の外に出、追手が気づくよりも先に、寸優を路地に引き込んだ。寸優は、師匠イゲラと共に復讐計画に参加するが、 ハンミョンフェイに察知され、イゲと、チョンジョンが捕らえられてしまう。一人逃げ延びたスンは、仲間と共に、ハンスンフへ乗り込み二人を救出しようとするが、イゲは、脱獄を拒否し処刑された。チョンジョンは、甲州へ流刑となり、巨人王女と共に旅立っていった。自らの髪を切り父親との絶縁を宣言したセリョンは、宮廷を出る者の新ンに連れ戻される。 なおも父親への批判をやめないセリョンに、清祖は怒りを爆発させ、王女の地位を剥奪して、新明の家の土肥にしてしまった。スニユとセリョンは、チョンジョン夫妻がいる甲州へ向かう。そこでは、清祖打倒のための決起の準備が進んでおり、またキョンへ、王女も解任していた。しかし計画は、金城大君の放った檄文が、新明に見つかったことから露見。 半寸府へ連行されたチョンジョンは巨偽王女が見守る。中処刑され、金城大君と女王の位を剥奪されロヤマ君となっていた。本位も自害を命じられた。港地道へ拠点を移すことを決意した寸由は、セリョンと遠乗りに出かける。雨に愛小屋に避難した二人は、そこで、二人だけで結婚を誓い合い、夫婦として結ばれた。 寸ユと別れて戻ってきたセリョンを秘宝が襲う。重い病を患っていた弟、スンが亡くなった。悲嘆に暮れる清楚は、セリョンを追放した上、王室の記録から彼女の存在を抹消させた。一方、皆吉道へ移った寸ユは、かつて父親の部下であった石江将軍と合流し、挙兵、官軍を次々と打ち破っていた。神明は、セリョンを餌にして、 スんゆを捕らえようとするが、これに気づいたセリョンは馬を飛ばすが途中何者かに捕らえられて処刑されそうになる。それを救ったのはスんゆであった。陣営に戻ったスんゆは決戦の時を迎える。スんゆと激しく切り結んだ末、神明は味方の矢に打たれて最後を遂げた。その頃悪夢に悩まされていた清祖は王妃の勧めで寺を訪れ、仏前で祈りを捧げていた。 そこに剣を持った寸悠が現れる。聖祖に剣を振りかざす寸悠に対し、聖祖は寺でセリョンに偶然会ったこと。彼女が寸悠の子を解任していることを告げた。ひるんだ隙に、寸悠は捕らえられて投獄されてしまう。血だらけで横たわる寸悠のもとに、セリョンがやってくる。寸悠の横に、一緒に行きますといいセリョンも身を横たえた。数年後、 お忍びに出かけた清祖と王妃は、寸悠によく似た盲目の男とその娘とすれ違う。二人を玄関先で笑顔で迎える妻はセリョン、その人であった。王妃が二人を密かに逃がしていたことを、清祖は知り、感謝の眼差しを向けた。その頃馬に乗って、野を行く寸悠とセリョンの姿があった。 登場人物は、個別に注釈がある場合を除きに基づく、キム・ジョンソー役で出演した俳優のイ・スンジェは、本作品を、フィクションの要素が強いフュージョン時代劇であると、定義づけている。気優青年の最中、父親同士が、敵対関係にある中で、互いの愛を深め合っていく、主人公、イ・セリョンとキム・スン・ユの姿は、ロミオとジュリエットに例えられ、同作品を、 朝鮮のロミオとジュリエットと呼び表すメディアもあった。大衆文化評論家のファンジョニヒョンは本作品をセリオンが王女という自らの運命に抗い、私は王女ではないと宣言するに至るまでの成長を描いた物語と分析している。音楽監督を務めたイジオンは作品に荘厳さを加えるためにイタリア語歌詞の楽曲を2曲制作したほか、 オーケストラを2チームに分けて、別々に演奏し、後で音声を一つに合わせて編集することで、メロディに豊かさを持たせるという方法を採用した。さらにケイコトと,と、ウードや、アイリッシュホイッスルを併用し、より自由な音楽表現が行えるようにした。またペクジオンをはじめ、神話の一員である、シンヘソン、さらにハドンギュン、イジョン。 イオンヒョンら数多くのアーティストがサウンドトラック制作に参加した。ペクジオンが担当したエンディングテーマ、今日も愛してるは放送開始に先立って2011年7月15日に初公開された直後より複数の音源サイト等でダウンロード数ランキング上位となり、ポータルサイトの検索ワードランキングでも上位にランクされるヒット曲となった。 サウンドトラック CD は2011年7月発売のパート1から同年9月発売のパート6までの6作品と8月に発売された BGM 編の計7作品が発売されている。2011年度の KBS 演技大賞では11部門にノミネートされ、うち最優秀演技賞、優秀演技賞。 人気賞、ベストカップル賞の合計6部門で受賞した。翌2012年には100層、芸術大賞テレビ番組部門で4部門にノミネートされ、監督賞を受賞。またアジアテレビジョンアワードやソウルドラマーアワードといった国際的なテレビ番組の賞にノミネートされ、双方で最優秀作品賞を受賞した。一覧を表示する。 CS 局八大電子系チャンネル八大儀劇台にて2011年12月19日から放送された。CS 局衛星劇場にて2012年1月15日より放送された後、BS 局 NHKBS プレミアムにて2012年7月8日から2カ国語放送の形で放送された。日本語への吹き替えを担当した声優は、以下の通り、キム・スンユ。 川中子正人放送終了後の2012年12月23日30日24話の内容を全2時間に編集した総集編が放送された。BS 局暗記英氏にて2014年2月13日から放送された。韓国版 DVD ボックスは KBS メディアより2012年10月に 日本版 DVD ボックスは1月の同年11月にバップより発売された。日本版ブルーレイボックスも DVD と同じ日に発売されている。2013年3月に総集編の DVD 及びブルーレイが同時発売された。2011年7月より合計7作品のサウンドトラック CD が発売された。日本版 サウンドトラックは2012年4月にポニーキャニオンにより発売された。日本版は韓国版7作品に収録された楽曲のうち20曲を選び1枚に編集したものである。小説家のイ・ヨンヨンによりノベライズされ、2011年8月にペーパーストーリーから全2巻で発売された。発売後、日本、中国、台湾、タイ、 インドネシア東北数の国から半券に関する問い合わせが来るほど反響を呼んだ。2012年7月には日本語訳がキネマ巡報社より上下2巻の形にて発売された。2012年9月には NHK 出版より日本版ムックが出版されている。ありがとうございます。